岡野診療院の岡野です。今回はですね、セサミンですね、セサミンのサプリメントをおすすめできない理由についてお話ししていきます。セサミンというのはですね、ゴマに含まれる成分なんですよね。まあ、売り文句としては、高い抗酸化力があって血液サラサラにしてくれますよ、元気の源ですという感じで、まあ、アンチエイジング用のサプリメントとしてよく売られてるやつなんですね。じゃあこれは実際どうなのかっていうところをこれからお話ししていきます。こちらのチャンネルはですね、こういう健康に関するトピックですとか、あとは鍼治療に関するエビデンスのお話ですね、あとは、鍼灸治療に関する古典を解説していくというチャンネルになっております。ですので健康に興味ある方ですとか鍼灸治療に興味ある方はぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。でですね、2016年の研究論文で、こちらはですね、1960年代から2015年の間に行われたセサミン研究から、質の高い10件のデータをまとめたものになっております。で、結果として見ると、セサミンにですね、総コレステロールとか悪玉コレステロールを改善する作用というのはですね、認められないというところなんですよね。なんと。はい。で、効果があるっていう結果もあるみたいなんですけども、やっぱないっていうその実験結果っていうのも、いろいろあるんで、まだですね、結論には至ってないんですよね。で、どういう研究をしてるかっていうと、まあ、例えばリュウマチ患者に1日に 200mg、セサミンを飲ませたと。で、6週間過ぎても悪玉コレステロールに変化はなかったとかですかね。あとはオーストラリアで肥満の男女に1日 25g ゴマを食べさせ続けたんですけれども、体内の炎症レベルとか、酸化レベルを調べても影響は認められなかったとかですね。まあそんな感じで、あんまりいい、まあ悪い効果もないけど、こう、なんですか、これすごく効くよっていう風な感じの研究は今のところ出てないんですね。ただですね、セサミンが無意味という風なことなんでは言い切れない、そこまでは言える結論に至るほどの、データはまだ揃ってないんで、何とも言えないんですけども、ただですね、抗酸化力があって血液サラサラになって元気の源ですよっていう風に、メーカーの方がですね、言うほどの、売り文句ほどの、効果はちょっとなさそうだなっていう感じはするんですよね。ですんで、まあ、サプリメントすると結構ね、お高いんで、ごまを食べればいいんじゃないっていう感じですかね。はい。で、今回は、以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。失礼します。